ビンは、ベトナム北部、下ン省の都市で、同省の省と、面積は105平方キロメートル2009年の人口は43万5208人。ビンの人口は2009年時点で43万5208人となっている。サービス業が都市経済の中心的な役割を果たしており、全労働人口の約55%がサービス業に従事している。 これに続いて、工業、農業、林業、漁業となっている。瓶は、国内北部と南部を結ぶ、交通の要衝となっており、南シナ海に面する港を有する。三国時代には、呉に属し、旧特軍が置かれた。進む、宋、生の時代も同様であった。寮の時代に、特集が設置される土地書が、現在の瓶に置かれた。 随の598年には、特集は、関州に改称された。定朝及び前、霊長の時代には、関州道に属した。李朝及び陳朝の時代には、おさむやすじに属し、民に併合されると、おさむやすふに改称された。あと、霊長初期には、海聖堂に属した。西山町時代には、便に、鳳凰中途が建設されたが、 短命政権であったため、戦都が実現されることはなかった。元朝時代には、おさむやすし営府よ、六県に属し、1898年には、聖安市見門の直令により、貧死者が置かれた。貧の町はかつては古城をはじめとする、数々の歴史的な建造物を有する地域であった。しかし、年月を経る中で、貧はたびたび戦争の被害を受けてきた。 1950年代、フランスの植民地支配と戦う中で、ベトミンは街の大部分を破壊することを強いられ、さらに、ベトナム戦争時にはアメリカ合衆国による空爆の甚大な被害を受けた。そのため、今日歴史的な建造物は街にほとんど残っていない。瓶の復興に際し、都市計画において、ソビエト連邦や東ドイツから強い影響を受けており、 町は広い通りとコンクリート製のアパート区画により構成される印象的な街並みとなっている。歴史的にビンとその周辺地域は反乱や革命活動の重要な拠点となってきた。19世紀から20世紀初頭には町はフランスの植民地支配に対抗するレジスタンスの重要な拠点であった。加えて数々の革命運動家が 瓶付近で生まれており、この中には、グエーンズー、ファンボイチャウ、チャンチョンキム、グエンチミンカイ、そして、ホーチミンが含まれる。ビンより西に、約1 4トルの地点にあるホーチミンの聖火は、重要な観光名所となっている。以下の16号休者から構成される。市内の通りその他の特筆すべき、観光名所としては、ホンソン寺とクエットサンがある。ホンソン寺院は、 戦後共産主義者による粛清を免れた数少ない大規模寺院の一つであり、八作棒月20日には寺院で祭りが行われる。クエト山は、紅中心街から南に約5キロメートルの地点にある山で、400歩で山頂に到達できる標高の低い山である。山頂からは、川と農地に囲まれた市内一帯を見渡すことができ、市民の憩いの場となっている。 この山は、松が多数自生しているが、森は戦争の爆撃による破壊行為から完全に立ち直っているわけではない。その他の観光名所としては、ゲティンソビエト博物館やクアロービーチリゾートなどがある。ありがとうございます。